はい、皆さんこんにちは、まこっちゃんです。まこっちゃん浪人日記第7回目、そしてまこっちゃん自粛中家でお勉強第4弾目になりました。はい、なかなかね、外に出れない期間がねずっと続いております。私は外にね出られない期間、家の中でね筋トレをしたり、自分なりにね体を動かしております。まあ、コロナがね、収束したら、もちろん外に出て何かしらね運動はしたいと思いますが、皆さんもね中でできる限りね体を動かして、体調管理ね気をつけていきましょう。はい、それではね今日も動画いきましょう。よーいスタート。はい、交流文献ね、やっていきたいと思います。今回の課題は、48番の D と、63番と75番の D という課題をねやっていきたいと思います。早速ね、やっていきます。48番の D です。レドシラソラレソファソラソラシドレシラシドレドシラソファレシドシソラソファラソミレラドシレドラミミドラソファミファソファソラドレドシラレソミファソラレドレドシドシラレソラシドシラファソラソファレシソラシドシラファソラソファソラファラソシファソラソラシレミファソ。はい、次いきます。63番ですね。ラシソミソラファレレドシラソラドシラシソミレミドラドシラソファミレミミミシラソラシドレミミドレミドシラドシラシソミソラファレレドシラドシソラ。はい、75番の D いきます。ラシレドラレミファソファミファレラレドファシラソファミララレレファラソミラシドレドシドララシラレソファミファソラドレ。はい、これでね交流文献は以上です。はい、続いて新曲師匠、やっていきたいと思います。今回の課題は53番ですね。やっていきたいと思います。その前40秒、時間をください。はい、40秒経ちましたので、歌っていきたいと思います。ドシラシラソファミレドシドレミファミファソラファラシドレシドレミドシラソシラ。はい、これでね、新曲視聴は以上です。Thank you.
今回の楽天は、ワンを丸二ということでですね、展開というね、お話をしたいと思います。はい、展開というのはですね、音程を構成する2音のうち、下の音をオクターブ上げるか、上の音をオクターブ下げて、上下の関係を入れ替えるというのがね、音程の展開と言います。で、簡単にね、説明していきます。まず3和音のね、音程の展開について見ていきましょう。はい、これドミソです。これが基本形です。で、第一展開形、第二展開形、第三展開形と展開はありますが、まずは第一展開形、第三音ですね。このミの音を根音にする、のが第一展開形。第五音を、根音にするのが第二展開形。しかし、この三和音は、ソドミまでいったらまたドミソに戻ってしまいますから、第三展開形はありません。じゃあ、七の和音を見ていきましょう。七の和音。はい、ドミソシ。これが基本形になります。おっと、失礼。はい、ここから第一展開形。はい、先ほど見ました。第三音が根音。なので、これで第一展開形。はい、第五音が、根音に来ましたので、これで第二展開形。はい、先ほどと言いまして、七の音ができましたので、第七音がね、コーンに来ましたので、これで、第三展開形です。はい、それではね、こういう展開形、またはこの種類をね、答える問題があります。解いてみたいと思います。よーい、スタート！はい、和音のね、問題をすべて解き終えました。で、採点も終わりました。まあ、結果はね、はい、すべてね、合っていました。はい。4つの音が出てきて、すべて7の和音にね、なるということは、限りません。音が被っているという可能性もありますから、音がね、3つの、先ほどね、説明しました、3和音にね、なる可能性もあります。はい。そこをね、気をつけながら、この問題は解いていきました。はい。今回の動画ね、これで終わりとなりますが、まあ、次回予告として、次回は第8回目になります、ね。まこっちゃん浪人記、8回目になります。そして、まこっちゃん自粛中、家でお勉強第5段目になります。はい、次回のね、アップ、27日を予定しております。そこで、それでね、4月の、アップは全て終わりで、次は5月になります。で、来週に一応レッスンは予定をしているんですが、まあ、コロナのね、状況を考えて、まあ、まだまだアップをするかどうか、歌配信のアップをするかどうかはまだまだ未定です。一応仮の予定なので、まあ、一応ね、お伝えをしておきました。そして、私の歌動画ですね、第1回目と第3回目の歌動画、もしね、見ていない方がいましたら、ぜひぜひね、見ていただけると嬉しいです。はい、この動画ね、よろしければ評価とチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。また配信します。まこっちゃんでした。バイバイ。